こんにちは。今日もポケモン GO やっていきます。今日の動画は伝説のポケモンを倒せということで、石つぶての巣に行ってきました。伝説のポケモンは飛行タイプが多いので、岩技が効果抜群。中でもゴローニャは最高クラスのダメージ効率。ゴローニャを使えば伝説のポケモンが倒しやすくなります。はい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 。石つぶての巣はこんな感じでした。取ってきた石つぶての一覧はこんな感じです。これを羽に変えていきます。7個、博士に送る。はい、イベント中だったから14個の雨になったのかな。前からいたゴローンです。この評価は驚異的。防御が高い。個体値がこうなっています。前のイベントで稼いだ雨があります。このゴローンを進化させていきます。いけ。ゴローニャ CP1293。まだまだ雨がいっぱい。技は泥かけロックブラストになりました。イエーというわけで、伝説のポケモン対策に使えるので、皆さんもよかったらやってみてください。こんにちは。今日もポケモン GO やっていきます。今日の動画は伝説のポケモンを倒せということで、石つぶての巣に行ってきました。伝説のポケモンは飛行タイプが多いので、岩技が効果抜群。中でもゴローニャは最高クラスのダメージ効率。ゴローニャを使えば伝説のポケモンが倒しやすくなります。はい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 。石つぶての巣はこんな感じでした。取ってきた石つぶての一覧はこんな感じです。これを羽に変えていきます。いいよいいよいいよいいいいいい。7個博士に送る。はい、イベント中だったから14個の雨なったのかな。前からいたゴローンです。この評価は驚異的。防御が高い。個体値がこうなっています。前のイベントで稼いだ雨がたくさんあります。このゴローンを進化させていきます。いけ。ゴローニャ CP1293。 まだまだ雨がいっぱい。技は泥かけロックブラストになりました。イエーというわけで、伝説のポケモン対策に使えるので、皆さんもよかったらやってみてください。こんにちは。今日もポケモン GO やっていきます。今日の動画は伝説のポケモンを倒せということで、石つぶての巣に行ってきました。伝説のポケモンは飛行タイプが多いので、
岩技が効果抜群。中でもゴローニャは最高クラスのダメージ効率。ゴローニャを使えば伝説のポケモンが倒しやすくなります。はい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 。石粒ゼノスはこんな感じでした。取ってきた石粒ゼノス一覧はこんな感じです。これを雨に変えていきます。博士に送る。はい、イベント中だったから14個の雨になったのかな。前からいたゴローンです。この評価は驚異的、防御が高い。個体値がこうなっています。前のイベントで稼いだ雨がたくさんあります。このゴローンを進化させていきます。いけトゥ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 。ゴローニャ CP1293。まだまだ雨がいっぱい。技は泥かけロックブラストになりました。イエーというわけで、伝説のポケモン対策に使えるので、皆さんもよかったらやってみてください。こんにちは。今日もポケモン GO やっていきます。今日の動画は伝説のポケモンを倒せということで、石粒テノスに行ってきました。伝説のポケモンは飛行タイプが多いので、岩技が効果抜群。中でもゴローニャは最高クラスのダメージ効率。ゴローニャを使えば伝説のポケモンが倒しやすくなります。はい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 。石粒テノスはこんな感じでした。取ってきた石粒テノス一覧はこんな感じです。これを雨に変えていきます。いいよいいよいいよ。7個博士に送る。はい、イベント中だったから14個の雨になったのかな。前からいたゴローンです。この評価は驚異的、防御が高い。個体値がこうなっています。前のイベントで稼いだ雨がたくさんあります。このゴローンを進化させていきます。いけトゥ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 ントゥ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 ン。ゴローニャ CP1293。 まだまだ雨がいっぱい。技は泥かけロックブラストになりました。イエというわけで、伝説のポケモン対策に使えるので、皆さんもよかったらやってみてください。